友久氏は、信濃国上稲郡友久ひ宅を発祥とする武家の、氏族。関西重修書家府には、姓は源氏万海流と記されているが、諏訪大社下社の金座聖諏訪氏と同祖となる、長田野氏の末裔とする説もある。友久生の所見は、諏訪氏系図にある、平安末期から、鎌倉初期の諏訪大社大り、諏訪厚光の小厚都氏が、友久沢に住み、 友久十郎左衛門城と記載されたことによるが、厚都氏の養子となった、友久信貞が、友久家系図城の初代となる。聖は源氏万海流とする説では、信貞は、中津らいぎの子で、中津氏は、万開の彦であるため、公の子のため子を祖としている、ことによる。一方、おさだの氏の末とする説では、信貞は、中津らいぎの勇士で、実父は、 おさだの信孝としている。鎌倉時代には、智久さんにほど近い上の平次郎を拠点としていたが、上級三年の上級の乱で、信貞が幕府側に属して、友ものの児頭になり、本拠地を筑兵城に移したという。ただし、諏訪大社の新刊、森屋家,家に伝わる、森屋文書では、友ものの児頭として、智久氏の名が見えないことから、児頭職に関しては確認されない。 東鏡によれば、信ブは社術に長けており、大内人、諏訪森重の推挙で、昇華2年、皇朝元年、さらに皇朝4年の幕府的初めにおける伊手に選ばれたという。また、飯田市下久方南原に所在する、南原三部運営時に残される公安6年の年期を有した五輪塔には、信ブの子と見られる神、南北朝時代は、五代五天皇の御子、 宗永親王が南朝勢力として大河原を拠点とし、友久氏は同じ諏訪神等に属する高坂氏らと共に親王を庇護した。この縁で、宗永親王の子、陰良親王の聖母は、友久氏の女とも伝えられている。また、友久ひさ厚師弟は、陰良親王の下で活躍したと伝えられるも、個々の辞席に関しては、資料的な裏付けを書く。この時期、 飲料新王との関係から、家門を、それまでの家事の波紋から、御所者に改めたと伝えている。室町時代には、友久氏は、品野守護、小笠原氏の参加となり、欧永7年に、品野守護、小笠原長秀と、国人勢力間で発生した大東合戦では、友久頼明よりきが、小笠原勢に属した。戦いは、守護側の大敗に終わったが、よりきは、 長秀と共に、塩崎城に脱出して、難を免れる。影響12年には、関東地方で、鎌倉久保、足利持氏の維持を要した有城氏と室町幕府の間で有城合戦が起こり、友久氏は小笠原正康に属して参陣したことが有城五人番長に残されている。その後、小笠原家の内紛では、 松尾小笠原家の小笠原上記に属したが、上記の没落後は、諏訪市を後ろ盾として、府中小笠原家の小笠原長宗と対峙した。友久ひさめとこの頼元の代に、周辺の諸豪族を支配下に置き、友久氏は拡大期を迎える。また追記念は不明ながら、神の峰城を新たに築城し、本拠地を築平城から移転させている。なお、 神の峰城に関する所見資料は、天文2年に、第五次理政院の玄介の寄港文、現状を年期とされる。特に頼元の第二は、飯田城を拠点とする坂西氏を圧迫しつつ、上野の座高寺氏を支配下に収め、勢力を大きく拡大させている。天文11年、海の武田晴信と品の上稲軍の高藤雷継が、組美、品の諏訪軍の諏訪頼重を滅ぼす。 諏訪市滅亡後に、武田氏と高藤雷継は敵対し、さらに、天文14年には、高藤合戦で、高藤城が落ちて、雷継が没落すると、上稲郡も、武田氏の両国となった。この時期に、友久氏も、武田氏に侵入したとする説もあるが、筑兵とは、天竜川を挟んだ対岸に位置する鈴岡、小笠原家が独立を維持していたことから、まだ下稲には、 支配が及んでいないとする見方が有力となっている。また、天文17年に、上稲の諏訪一族、藤沢頼地下が武田から離反した際に、高藤城に高藤来次を復帰させるなどの武田側の動向から、支配地の安定化を優先していると思われ、武田氏の上稲支配が安定するのは、天文20年より後と考えられている。 友久頼元の遊兵された川口湖の卯の島、武田氏が下稲に本格的に進行するのは、上杉謙信の支援を受けた村上の力夫の犯行を退りけた後の天文二十三年となる。鈴岡小笠原家の鈴岡城を落とした武田氏に対し、下稲の諸豪族は、ほとんどが強順したが、友久頼元は、神獣を拒否、ザ・コ寺貞信と共に神の峰城に籠城する。 しかし、武田氏の先方、秋山信友の攻撃を受けて落城する。勝山記によれば、捕獲された頼元と帝臣は海へ護送され、川口湖の宇の姉妹遊兵され、天文十四年五月に船津において処刑されている。残された一族は、畜道銃のように、武田氏に侵入する者と他国に散る者に分かれ、友久頼氏は、老人となり、徳川氏に身を寄せる。 天正10年3月の織田、徳川連合軍による公衆征伐で武田氏が滅亡し、同年6月に本能寺の変が発生すると、甲斐、信濃をめぐる天正神語の乱が発生する。甲府に出陣した家康に連動して、諏訪表へ出陣した頼氏寺は、丘陵の畜兵を安堵されて、およそ30年ぶりに、ともひさけは再興される。 天正十一年六月二十四日、山と守るを除任されている。その後も頼氏は、徳川氏に従って、各地を転戦し、作軍平定を進める与田信ブに加勢し、天正十三年の第一次、上田合戦にも徳川方の稲衆として参陣しているが、同年、浜松にて家康の命により切腹させられている。熊谷家電機には、頼氏が、 豊臣秀吉の儀を受けたこと、その際、頼氏の娘が、東海地方に逃れ、土着したことが記載されている。一方、柴博之は、聖和源氏とも氏の伝記、ともひさ懸念の説を採用して、頼氏の切腹を、天正12年11月、翌天正13年に、着難、万亀丸が家康に赦免されたとし、切腹の原因を、同年4月に、 秀吉に寝返った、木曽義政に内容したことが原因と推測する。頼氏の着難、範忠は、関ヶ原の戦いに参陣して、旗本稲州として三千国を与えられ、大阪夏の陣に参陣している。足馬陣屋後江戸期は、足間村に足馬陣屋を構え、同じ稲州の小笠原家や座高寺家と共に、柳缶詰の交代寄り合いとして十二代続き、 明治維新まで家門を伝えた。正直の第二三百国を分治して、旗本の別家を起こしている。友久氏継ずふとじは、当主、実践は、実施、転戦は要子道の曇り山藩主、松平より明の逸つ日立府中藩主、松平来節の六つを資料、ありがとうございます。